残暑というのは東山会の代表作いっぱいあるんですけども、その中でも結構ね重要なポジション意味合いを持つ作品が、残暑なんですよ。それは何でかっていうと、東山会っていうのは戦前戦中戦後の5年ぐらいの間が、魔の暗黒時代と言われるぐらいの人生ハードモードの時期やったんですよ。はい、こんなに不幸をここに詰め込んでくるかっていうぐらいの、めちゃめちゃ厳しい時代がその5年間ぐらいやったんですね。まずね、お父さん亡くなるでしょ、で、お母さんも亡くなるでしょ、で弟も亡くなるということで、ほとんどが、家族全員亡くなるっていうような、事態やったんですよ。でお兄さんはもっと前に亡くなってるので、もうほとんどこの数年で 5,6 年で、東山会は家族全員失いましたよと。で、さらに言うとお父さんが商売をやってたんですけども、お父さんが亡くなったことによって、大量の借金が降りかかってくるという、もうそういう状態でまたあったと思う。金銭的にも結構きつかったっていう状態だったんですよ。で戦争にも借り出されましたよと。で戦争で何すんの、お前は何の役目やんねんって言うと、相手の戦車に爆弾を巻きつけて飛び込む係っていうね、いやもう絶対死にますやんっていう係を、仰せつかったのが東山海ということで、いやもうついでねーみたいな感じだったんですよ。まあ、なんとかその役目を、実行することなく、終戦を迎えたので、なんとか生き延びてよかったねっていうところはあるんですけども、その戦後の後、日展というでっかい展覧会があるんですけど、そこに出品して、やったんでしょ、もう戦争終わったと思って出品したんですけど、落選に遭うっていうことで、もう踏んだり蹴ったりの状態だったんですね。もうボッコボコにへこんで、失意の回っていう状態だったんですよ。で、そんな失意の回が復活する契機になった作品っていうのが、残暑なんですね。この残暑発表でバーンって弾けてからサクセスストーリーがダーンって広がったっていう意味で、東山会にとってこの残暑っていうのは非常に重要な意味を持つ作品なんですね。